そうか。それでネージはあんなに落ち込んでいるんだ。ダチに裏切られたような気分なんだろうな。しばらくそっとしといてやるしかねえか。けどな、リファッチよ、風花がそんな真似したってのは確かなのか？確かな証拠があるわけではないみたい。ただスタッフの人たちを手にかけたのも、ネージュちゃんの記憶に干渉したのも、彼女以外に犯人候補がいないらしくて。その風花さんってどんな人だったんですか？そういうことをやっちゃいそうな怖い感じ。私はそんなに悪い印象ないんだよね。陽気でおしゃべりな子でさ。もちろんそんな感想を何の根拠にもならないって言われたらそれまでなんだけど。言わないですよ。私も同じ考えですし。でも何かを知っていて隠してたって可能性は高いんですよね。少なくとも戦う力がないってのは嘘だったわけだしね。アスナとユウキの攻撃を受け切って逃走したそうだから。何か事情があるにせよ、風花自身の口から弁明しないとどうにもならない状況か。それで今後はどうするのかな。彼女を追う？今キリト君たちが相談してます。風花さんを見つけ出すか、それともこのテストルームの確保を優先してシステムにかけられたロックをどうにか解除するか。決まったよ。みんなで風花を追う。お、霧の字。4、5人単位でグループ分けして探索隊を組織するから、よかったら協力してくれ。それはもちろん構わないけど、ロックを解除するのはやっぱり無理そう？無理というか、調べてみたらそのロックを解くためにどうしても風花を連れてくる必要があるらしいんだ。生体認証というと指紋とかだっけ？指の静脈パターンや目の虹彩なんかもそうね。その他にも顔、声、筆跡などは利用されることもある。要はユーザーの体に由来するものであれば何でもいい。旧来のパスワードよりはるかに突破されにくいのが利点。一方、サービスの共有を考えている場合は本人以外利用できないという部分が欠点になりうる。テストルームのシステムロック解除キーに設定されているのは風花、夏焼き風花の声紋と脳波パターンだ。つまり彼女以外には解除できない。一応聞くけど、その認証システム自体を無効にしてしまうことは不可能なのか？管理者権限が必要になる。力技では無理だな。というより、あのテストルームはガラクシアのシステム上で稼働しており、興味深いことにその機関部分には未知の技術がふんだんに使われている。現代科学の水準では測れない恐るべき堅牢さを誇るセキュリティだよ。基地のテクノロジーで突破する方法はちょっと思いつかない。団長にとっても未知の技術？それってとんでもないことなんじゃないのか？え？なんで？この人そんなにすごい人なの？別にすごくはないさ。人より無双家ではあるかもしれないがね。いずれにせよ、君たちが元の世界に戻るにはガラクシアのシステムを回復させねばならず、そのために風花君の身柄が必要だということになるが、とのんびり話している場合ではなさそうだ。ああ、モンスターだな。しかもどんどん集まってきてる。思ったより接敵が早いわね。こっち方面はそこまでモンスターが多くなかったはずだけど。我々の追跡を妨害したいのだろうね。彼女の置き土産というところかな。さて、どうするべきだと思う、ワスナ君？みんなに集合をかけて突破します。まったく、面倒な置き土産をしてくれたもんだな。でも、戦闘に入って、戦闘に戻ればいいんだよ。リロードするよ。
Yep.
それならば。みんな、お疲れ。この魔物たちも、風花が僕たちの足止めをするために出現させたのかな。だとすると…ああ、管理者権限を持っていて、事件の中心に絡んでる可能性はますます高くなったわけだ。まずは見つけ出し、理由を問いただすのでしたか。俺たちは、その風花って娘のことをよく知らねえ。話し合う余地はありそうなのか。どうだろう。そもそも彼女が何をしたかったのか、あるいは何をするつもりなのか、動機や目的がつかめないんだ。説得交渉するにも相手の求めるものがわからないとどうしようもない。確かにな。姉主は風花と親しいのでしたね。彼女はどのような人間なのですか。どのようなですか。君が風花について抱いている印象とか、多分君が一番彼女について詳しいだろうからね。明るくて前向きで、私にないものを持っていて憧れていました。 AI と人間ですが、仲は良かったと思います。私の勘違いだったのかもしれませんけど。メイジュさん、落ち込むのはまだ早いですよ。きっと何か理由があるんだと思います。だとしても私にはもうあの子が何を考えているのか分かりません。なぜこんなことをしたのかさっぱり。人が人を殺すのに憎悪か快楽以外の理由があるものか。まだ PK が風花の仕業と決まったわけじゃない。だから話し合いたいって言ってるんだ。生ぬるいな。相手が人殺しならこちらも殺す気でやるべきだ。だからそれじゃ何も解決しないんだよ。テストルームのロックを解除しないと解析が進まないし、それには風花の協力が必要なんだから。このままだといつまでも世界が正常に戻らないんだぞ。それのどこが問題だ。何？見るための目があり、聞くための耳がある、地面を蹴るための足があり、向きを取るための腕がある。この世界には何一つ不自由などない。俺は時々考える。こちらこそがリアルでいいじゃないかと。誰かを殺すことが簡単だからな。
その風花という女もきっと俺と同じだ。思う存分殺しを楽しみたくてこんな世界を作り出したんだろう。そんなわけないです。あの子はなんだ、何を考えているのかわからないと、そう言ったのはお前自身じゃなかったか。それやめろよ。ですが何も知らされないままだった。記憶すら書き換えられていた。そんなお前が。やめろ。お前が理解者を気取るのか。滑稽な話だな。あいつの言うことは気にするな、ネージュ。風花を見つけて直接話を聞く。全てはそれからだぜ。